先か。デイウイルスの確認。マーキー博士、我々と来てもらいたい。君たちが来るのは分かってた。誰にも渡さないぞ。私の生涯をかけた作品なんだ。我々は命令を受けている。最後にもう一度だけ言う。何を考えてる。生きて連行しろという命令だ。突入しましたが問題が発生。ターゲットの抵抗にはやむなく射殺。はい、そうです。了解。サンプルを回収します。撤収だ。今のが G ウイルス。無防備だな。よし、エイダのところへ。警告、レベル4ウイルスの不正な持ち出しを検出しました。施設封鎖を開始します。施設封鎖完了後、自己破壊行動を実行します。
封鎖を開始します。施設封鎖完了。自己破壊コードを実行します。警告、レベル4ウイルスの不正な持ち出しを検出しました。施設封鎖を開始します。施設封鎖完了後、自己破壊コードを実行します。警告、レベル4ウイルスの不正な持ち出しを検出しました。施設封鎖を開始します。施設封鎖完了後、自己破壊何もかもアンブレラのせいよ。あんたもそうだろ。アンブレラの人間だ。そうよ。でもこんなことになるなんて想像してなかった。話してくれないか。最初から全部。そう簡単に渡してたまるか。したの。じゃあこれを作ったのは。確かに G ウイルスは作ったわ。でもこんなのは想定。いくら弁解しようが、あんたの責任だ。
解除します。まずいな、ひどい傷だ。痛みの方がもっとひどい。さっきの話、信じられないけど。ジンウイルスを処分すると約束して。あれは証拠だ。FBI に渡す。あの女を信じるの？どういう意味だ？彼女は FBI じゃない。産業スパイよ。Gウイルスを売る気なの。あの女はただ金が欲しいだけ。出任せ言うな。おめでたい人で、もし G ウイルスがアクトホテルに渡ったら、もう警告、自己破壊行動が実施。